しょう。はい、今ですね、買い物から帰ってきました。はい。で、今日はですね、午前中ですね、シュプリームのオンラインやりまして、まあ、見事に全く返すにですね、で、それで動画作って、ああ、終わったな、やることないな、と思ってですね、ふとですね、昨日、11月の12日ですね、金曜日に、ユニクロのプラス J ですかね、の発売があってですね。で、昨日自分行ったんですけども、たまたまちょっと2、30分待たないといけないっていうことで、で、やめてですね、帰ってきて、で、今日、ちょうど休みだったんで、あ、プラス J があったなと思ってですね。で、今日は見に、先ほど行って買って、購入してきた形になります。はい。で、もともとですね、リークが出た時に、まあ、2点ほどちょっと気になるのがあってですね、あ、これ、まあ、見て、良ければ買おうかなと思ってですね、思ってて。で、見ていってですね、試着したら、まあ、割と良かったんで、で、今回は、購入してきました。はい。じゃ、こちらですね。はい。で、一応ですね、今回購入したのがですね、まず1点目がですね、こちらになります。はい。こちらですね、ズボンですね。はい。で、こちらが、イージーワークパンツですね。はい。で、一応ズボンの方でも、スウェットパンツだとか、なんかデニムっぽいやつとかも出てたんですけども、その中で、まあ、トータル的に見るとこれだなと思ってですね。で、ただ値段結構するんですよね、割と。5,990 円なんで、割とまあ、ユニクロでいつも自分が2,990 円、まあ、だいたい3,000円くらいのものしか大体買わないんですけど、で、今回ちょっとそれの倍ぐらいするやつを買ってきましたね。はい。で、一応見るとですね、こんな感じになってます。はい。まあ、もちろん、ウエストは当然、こういうゴムになっている感じですね。まあ、このゴムなんかですね、ゴムがいいですね。まあ、ちょっとおじさんとかだとやっぱゴムの方が楽かなっていう形で。はい。で、あとはですね、これ今、当然、いつものように紐で調整できるようになってますし、あと、ここは、こんな感じで、フックみたいな感じになっててですね、ボタンとかじゃなくて、あ、いいなと思ってですね、これにしました。はい。で、あとは、後ろがこんな感じですかね。ポケットがこうついてると。はい。で、あとは、まあ、ワークパンツっていうだけあってですね、こういうふうに、こんな感じで模様がついてますね。はい。一応今回これ買ったのはダークグリーンなんですけども、他にも、ブラックですとか、ネイビーのカラーがありますので、で、一応まあ、大体普段黒が多いんで、まあ一応今回はね、こういうグリーン系のやつにしてみました。はい。で、これがまず1点ですね。はい。で、あともう1点がですね、まあ、これはもう本当、リーグが出た時に、あ、もう絶対買おうと思ってたやつなんですけども、で、実際着てみたらですね、良かったんで、こちらも買いました。で、今回買ったのが、こちらになります。シャツですね。はい。こちらが、スープマコットンのオーバーサイズスタンドカラーシャツですね。はい。こんな感じで。これよく見るとですね、これストライプになってるんですね。ストライプ柄で、あとこの腕のところがまた違うストライプになってて、あと裏もこんな感じで色が違いますね、こことここで。はい。っていう感じで結構おしゃれだなと思ってですね。で、しかも流行りのオーバーサイズで。で、着てみたらですね、かなり良かったんで、これはもう即買いですね。あとはまあ、プラス J 特有のこんな感じで、ここにちょっと分かりづらいですけど、プラス J って書いてありますね。はい。こんな感じで結構高級感出てますね。まあこれも値段が、3,990 円なんで、まあ普通のシャツより高いですね。はい。やっぱり1000円ぐらい高いかなっていう形ですね。はい。では一応こちらの2点を購入してきました。で、あとは一応アウターなんかもあったんですけども、まあアウターとかもですね、まあなかなか、まあ触ってみたりとかしたら結構高級感があって良かったんですけど、やっぱさすがに1万円以上になるので、結構どうかなと思ってちょっと買うのは控えましたかね。まあちょっと今最近アウターとかもですね、まあなんか買おうかなと思ってて、どれを買おうかなって迷ってまして、ちょっといろいろ選びたいかなと思って、ちょっとアウターは買ってこなかった形ですね。はい。では一応ですね、ちょっと今回この2点を、着用したいと思います。はい。ではですね、着手はこんな感じになります。で、私が、身長173センチ、体重が72キロで、サイズが今回 M になります。M でもですね、結構かなり、ウエストをゆったりしてるかなっていう感じがしますかね。はい。割とやっぱこれ、サイズ大きめだと思いますね。はい。こんな感じですね。であと、ワークパンツのだけあって、結構やっぱこういう太いシルエットになります。まあ、ただ丈はですね、ちょうどいい長さでね、こんな感じで、よくこんな感じになるんで、ちょうどいい長さで、はい、いい感じですね。
で結構色も暗めな緑なんで、かなりいいかなと思いますね。で、まあ、決め手としましては色と、あとやっぱり普段、まあ、3000円ぐらいのパンツしか買わないんですけども、まあ、さすが今回、それ倍の価格だけあってですね、やっぱ、なんていうんですかね、クオリティとかも、結構普通のブランドのパンツに劣らないぐらいのレベルがあるかなとは思いますかね。はい。こんな感じで。まあ、結構やっぱ動きやすいですね。動きやすい感じかなと思います。はい。ではですね、もう一個シャツの方も着てみたいと思います。はい、ではですね、着地はこんな感じになります。で、私が、身長173センチ、体重72キロで、サイズがこちらは L になります。 L でこんな感じですね。まあ、身幅が大きめのサイズ感で、あと、まあ、袖の長さですね。袖の長さがちょうど、まあ、L だとちょうど良かったかなっていう感じですかね。はい、まあ、割とオーバーサイズで、横から見てこんな感じですかね。ちょっとこの後ろの方が長いような感じで、はい、で、後ろはい、今これワークパンツと合わせてますけども、ワークパンツじゃなくて、割と細身のパンツでも合うかなと思いますね。はい。で、あとは、パッと見分かりづらいんですけど、まあ、こういうストライプ柄という感じで、こことここが色が違う、模様が違うのと、あと後ろの方ですね。後ろの方が違う。という感じで、ちょっとなかなか動画だと分かりづらいかもしれないですね。はい。はい。では、こちらで以上となります。はい。ではいかがだったでしょうか。まあ、さすがですね。やっぱ、プラス J ってだけあってですね。まあ、いつもの商品に比べてワンランクやっぱちょっと上かなっていう感じがしますね。やっぱさすがに。はい。で、まあ、あとは価格ですよね。まあ、やっぱ普通にそれ高いんで、そこはどうしようかなと迷うところなんですけども。まあ、今回のズボンに関してもそうなんですけども、はじめどうかなと思ってですね。まあ、触った感じはいいなと思ってですね。まあ、実際履いてみるとですね、割とやっぱ、しっくりきてですね。まあ、高級感も出ててですね。普通のそこら辺にあるブランドってそんなに引けを取らない感じかなと思ってですね、まあ、今回普段だいたい 2,3,000 しか買わないんですけども、倍の価格にはなるんですけども、買ってみた形ですね。はい。で、あとシャツに関してもそうですね、まあ、普段のやつよりだいぶ高いんですけど、はい、まあ、でも結構やっぱツヤ感とかあってですね、高級感が出てますね。はい。まあ、これも試着してみてですね、ああ、いいかと思ってですね、で、直感で買った形になりますね。はい。まあ、なかなかですね、まあ、ただタイミングによってですね、セールとかにかかっちゃったりするんで、そこが難しいところですよね。まあ、今回ちょっと自分すぐパッと買ったんですけども、まあ、前回、プラス J が出た時に、シャツ類なんか特に今セールとかになってたんですけども、それで買おうかな、買わないとこうかな、まあ、いっかって思ったらいつまでかなくなってたっていう形になるんで、で、今回買った形ですね。まあ、なんでちょっとタイミング、待てばですね、安く買えたりすることもあるんで、そこがまだ難しいところですね。まあ、ちょっとやっぱ普段より高いだけにですね、ちょっとその辺考えちゃうところではありますね。はい。まあ、あとアウター類なんかもですね、触ってみた感じとかですね、やっぱ高級感出てましたね。まあ、ただアウター類はもう1万円超えてるんで、結構高いですよね。はい。まあ、その辺もちょっとまた見て、ちょっと検討したいかなと思います。はい。ではこちらで以上となります。また何かですね、購入したりとかあればですね、随時動画の方でアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。